はい、おそらくスパイアで見つけたあの6色のパネルとヘイブンで見つけたあのコンパス、あれがちょっと関係あるかどうかわかんないんですけど、ただスパイアのあのパネルは関係してると思うんですね、絶対に。ただ残念ながら夢の国には持ち込みができない、写真をカンニング禁止らしいので、ちょっと申し訳ないですけど、今回は文明の利器を使って無理やりカンニングしちゃおうと、事前にスパイアのそのパネルとヘイブのコンパスはスクリーンショットを撮ってスマホに保存しといたんですね。なのでスマホを見ればあの色の組み合わせとかコンパスの向きとかが分かるようになってます。でちょっとねいろいろやってたんですが、ここは色が変わらないポイントなんですよ。ここが多分中心になるんじゃない？なのでここを中心にあのスパイアのパネルの組み合わせになるようにこうやって色を揃えていけばいいのではないかと。でちょっとスマホ見させてもらうんですけど、色はね紫なんかとね、ここは赤で合ってる。あ、変わっちゃったな、変わっちゃったけど、あーうーん、なんかね手順を間違えるかなんかわかんないんですけどね、シャッフルされる時がありますね。でここが赤でここは青なんですよ。合ってるかな、なんか微妙に向きが違ってる気もするけど、多分ここを紫でここを赤にしなきゃいけないんだけど、あーなんかちょいちょいシャッフルされてるし、なんか心なしか回転してない、先祖が。気のせいかな、ちょっとこのシャッフルの条件がよくわかんないんですよ。ん？ここが中心だから、ここが紫でここが赤、ここが青の、ここが黄色だと思う。で、あれ、なんか数が合ってない気がするな。ここ青だよな。で、ここが紫か。あれ？ちょっと待ってね。なんか先祖ちょっと回転してないか。ちょくちょく。なんか、それであの、ヘイブンのコンパスが生きてくる？もしかして。どっちが上っていうのをあのコンパスが指し示してる？だとしたら、ここが上だよ。ああ。なんだろうな、このシャッフルの条件がよくわからんな。なんかどんどん形変わってってるような気もせんでもないな。あ、でも紫、この配置は合ってるぞ、紫。で、ここを青にしなきゃいけない。あー！ここが赤なんだよ。あー、変わっちゃったな。難しい。あ、赤にあった。あー、なんだろうな。なんでシャッフルされる？ん？ちょっと待って。
待って待って、今すごくいい状態じゃない、ひょっとして。なんか知らん間に、やっぱ回転してるよね。なんか明らかにこう時計回りに回ってってる気がするんだけど、絶対これ回ってるよな。どうしたらいいんだろうか。それとも色の組み合わせじゃない、あのパネルの。もしかしてなんかこうすごく勘違いしてるかな。ここが色変わんないから、ここに周りの色を全部合わせるだけでよかったりする。それだったら話は早いか。これ全部白にできないよな、この色が違ってる時点で。どうすりゃいいんだろう。これどうよ。ただ全部白になってる保証がない。うまくいったようだ。やった。祖先の知恵の力を感じる。パネル関係ねえ。さあ集中しなさい。同じ形状は二度と売ることはできないのだ。ちょっと待って。何だい？ちょっと待って、パネル何にも関係ないじゃん。え？戻ってきた。ちょっと待って。あれ、なんか雰囲気違くない？大丈夫か、ここ。なんか雰囲気が変わった気がするの、気のせい。
私よく気のせいなんですけどね、大体よく気のせいなんですけどねって意味が分かんないですけど、なんか変わった気がするんだけど実は全然変わってないっていうのが本当によくある。なんだろう、帰りなさい。夢の中での経験をお聞きしたかったけれど、わがままを言っている時ではないですね。祖先の啓示の多くがすでに現実となっているのですから。皆は村に警告に行きました。私は中に入り記憶を守ります。この危難が去るまでは誰一人中に入れないつもりです。方法はこれしかない。私たちが夢で見たようにあなたに頼るしかないのです。幸運を。ん？なんか覗けるみたいですね。ほう？皆は村に警告に来ました。これかい。私は中に入り記憶を守ります。この危難が去るまでは誰一人中に入れないつもりです。方法はこれしかない。私たちが夢で見たようにあなたに頼るしかないのです。そうですか。幸運をって言われてもさ、何したらいいの？幸運を祈られてもな。ん？あ、これかな。ちょっとカーソルを動かすのが素早いからどこで虫眼鏡が出たか分かんなくなっちゃうんですよ。いろいろやることがあるんだよな。アクナの日記も気になるしさ。アクナの日記探しを続けてみるか。ちょっとね、もうなんか祖先の啓示っていうのが一瞬過ぎてもうね覚えてない。今回さ写真撮れるからね、それで結構楽ができてた節はあるんだけど、写真が封じられると一気に難しいな。どうするかな。ああ、そういえばコメントでね、トマーナに帰ってみてちょんまげみたいなコメントが来てたんですけど、どうしよっかな。いや、帰らなきゃいけないんだったらね、あれなんですけど、帰る必要がないんだったらちょっとそのおまけレベルでいいかなってちょっと思ってまして、多分ここにおるんやな、やつが。あー、なんか古いやつあるね、ここに。あっ、見つけたよ。君か、よく来てくれたな。アクナーが妹をさらったんだ。セレニアの宝を盗むのを手伝わないと妹が殺される。
ちろん君が私を疑うのは分かる。収穫機を吹っ飛ばす現場を見られたしな。だけどあれは正気じゃない。アクナーから追憶の部屋を守るためだ。ヘイブンに閉じ込められている間に正気を失った。今のアクナーは親父が作ったものを壊したいだけだ。アクナーを止めなくては。トマーナに戻って親父を探してここで起こっていることを伝えてくれ。なぜかは知らんが、アクナーは親父を怖がってる。親父を連れてきてくれれば、三人で力を合わせてアクナーを罠にかけられるかもしれない。そうきたか。イーシャを逃がしてやれるかどうか、やってみるよ。さあ、行け。そうきたか。行け。手遅れになる前に。そうきたか。もう来たか。これはじゃあ信じちゃダメだよな。アクナーもシーラスも両方よ。こっちは行ってなかったな。あれ、なんかあるね。なんだろうこれ。あー、これ収穫機ってやつだな。こっちにも行くところがあるんだけど、これを動かしたらどうなるんだろう。あー、収穫できんのかな、これで。いや、でも多分さ、これ今一瞬レバーが動かなかったからびっくりした。これで戻ってきて、なんか今水が入ったような音がしたな。でこれでなんかハッチが、あー、やっぱり水が出てくるんだな。はいはい。これなんか収穫できてる？なんか入れるね。これ中入れるってことは使う機会があるのか。微妙だな。やっぱこれトマーナに変えなきゃダメか。結構もうちょっと手詰まり感があるんですよ。ん？なんだ？いいか、くれぐれも用心しろよ。保護者たちがここに来ることはほとんどないだろうが、俺たちが中で盗みを働いているのを見られたら。俺のこともちっとは信用しろよ。保護者たちが帰っちまう夜に作業することくらい分かってるよ。やっぱりあの二人を信用しちゃダメだね。私はバカだったよ。これは開かないんだな。どうせこれあれでしょ、シーラスのさっき言ったセリフがリフレインされるだけでしょ。ここは開かない。トマーに帰ってアクナを連れてきて良いものかどうかで、あ、アクナじゃねえわ、アトラスだ。ちょっともうアから始まる人は一人にしてほしいとこですね。間違えちゃうよ。ちょっとアークナーとシーラスはそれぞれちょっと思惑が微妙に違ってる感じがしますね。
あー、これはこっちなんだな。てか、前来たんだ、ここ。しゃーないなぁ。あ、一応さっきのハンドル回してみるか。これ。多分これは、そうだよね。跳ね橋を上げる。うわぁ。うん。これはやっぱりトマーナに帰るべきか、一回。まあ、ちょっとどうなるかわかんないんで、さすがにね、もう一回あの先祖のやつやるの嫌なんで、ちょっと一回セーブさせてもらいますね。はい、一応セーブはしたので、まあなんかまずい結果になっても大丈夫。こっちだったっけ。あ、この先ですね。この先にトマーノの接続所があるはず。ん？何？なんかジャバジャバ言ってんの。なんだ？よくわからんな。よし、一回戻ってみるか。さすがになんかアトラスもさ、ぼちぼち帰ってきてはいそうだしな。いや、いそうなんだけど、行っていいのかどうかだよな。アトラスにこのことを知らせていいものかどうかだよな。さっきの先祖のあのなんか掲示があったけど、あれがわかんないし。で、結局あの、あ、あ、あ、え、どこだこれ、え、どこ、これどこかわからん。そう、結局あの6色のパネルは何に使うんだ。あれは何に使うんだ。お、あ、懐かしい。これエグザイルの頃のイーシャとキャサリンですね、あれ。こっちはん、なんかこっちってなんだこれ、なんだこれ。なんかね、場所がもう、あれ開かない、開いたか。あ、ここ、ここ。さようでございますか。ものすごいカモフラージュされたドアですね。こっちにもなんか行けるっぽい。あ、違うのか。ここはスタート地点なのか。ってことはこっちか。ここの扉は、これ確か、アトラスの書斎？書斎っていうのかな？ほら、エグザイルでもさ、最初ここ行った気がするんですよ。この部屋。そうそう、ここでさ、サーベトルがやってきてレリーシャの書を奪われたりしたよね。これはなんだ、ん、これ何。あ、これセレニア、ここにあるのか、セレニアの接続書。これはなんだ、これ関係ないのか。羽がある。この20年間黙っていたことがある。一
人々は息子たちの犯した罪を責めたのだ。オープニングのやつじゃん。しかし私はずっと口を閉ざしてきた。あの日自分が取った行動や息子たちを捕らえた後接続書を焼き捨てた時の怒りを人に話す気にはなれなかったのだ。接続書を焼いた炎で息子たちは死んだと思った人もいる。死んでなどいない。友よ、私が信用できるのは君だけだ。どうかトマーナまで来てもらいたい。息子たちのことで話があるのだ。ほう。ってことはやっぱここに帰ってくんだ。合ってんだな。というかアトラスはまだ帰ってきていないのか。それとも俺がビューアーを使ってビューアーを使って連絡を取らなきゃいけない。あー懐かしい。懐かしいけどこれ日本語のボイスじゃないですね。なんでここだけ英語ボイス。あーここにもなんかあるな。アトラス、この部屋は設計からやり直したはずよね。なぜ火事の前とそっくり同じなの。よく見てごらん、机が違っているだろう。部屋の設計の話をしてるのに机のことを言っても若干ずれてるよね。あれ、エレベーターこっち来てないな。あれ、これ呼べるんだっけ。これで呼べるね。あ、こんな風に動いてんだ。この視点でエレベーターの動きみたいなの初めてですね。どうなんでしょう、これは。正直なんかやらなきゃいけないことがセリニアにまだありそうな気はしている。これ、ね、結構その形が微妙なんだよね。こうかな。いやあ、友よ、聞こえるかい。聞こえてるのを願うよ。こっちはほとんど聞こえない。実は今ひどい電磁嵐が来てるんだ。ダメですね。